Понял. Удержите. Не позволяйте им напасть на вас. Конец связи. ターゲットだ。部隊では最年少、仲間からはマラクと呼ばれていた。
マラクはソ連軍に拉致され、ラマーハーテ宮殿の廃墟に捕らえられた。その後、彼の故郷は爆撃で消え失せたらしい。彼の家族も一緒に。ソ連軍の焦土作戦だ。今回の依頼主はマラクの父親、いや父親の遺言を受け継いだ村の生き残りだ。大地の報復を始める前に息子の命を救ってくれと。回収したターゲットマラクは依頼主に心当たりがないと言っている。しかもマラクが捕虜となる前に彼の故郷はすでに全滅していたらしい。村は原因不明の病気に侵され、さらには丸ごと焼き払われた。戦いに出ていたマラクの他に生き残りはいなかったんだ。だとしたら依頼主は誰だったんだ。焼け落ちた故郷に戻ったマラクは所属のわからない兵士を見たと。サイファーの実動部隊 XOF だ。おそらく奴らはソ連よりも先にマラクを尋問したかった、あるいはこの目撃者の口を封じたかった。だから表沙汰にならないように俺たちを使って故郷の肉親を装いマラクを回収させたんだ。突如集団が死滅するというのもハミド隊のハニービーの件と符合する。ボス、依頼主がサイファーならターゲットを渡すわけにはいかない。そこでマラクはマザーベースに回収した。もう俺たちの仲間だ。依頼主にはカットアウトを通じてターゲットは死亡と伝えたが、にもかかわらず報酬は契約通り支払われていた。サイファーにとっては何か巨大な計画の後片付けの一つだったのか。だがマラクは失った故郷の家族たちの報復を望んでいる。その仇は俺たちと同じだ。接触してくれ。